こんばんは。前回のラジオの時にですね、猫先生のご厚意でね、原潤くんの今までのアルバムの、総決算といいますか、ベスト版をね、ぜひ出してほしいということで、それで皆さんには一人ね、5曲まで、曲をリストを出していただいて、多い順からね、決めていこうということでね、原潤ザベストに、こんな曲を入れてくれというようなことをね、皆さんにお願いしました。そしたら結構ね、たくさんの方からお便りをいただきましてね、それで集計しました。当然集計すれば数の多いもの少ないものいろいろあるんですけれども、ただ多いものから順番に入れればいいっていうことでも、ないとは思うんですけれども、いずれにしましてもね、とりあえずは出ました、集計がね。それで、ここで第1位が何という曲で、第2位が何という曲、それでそれぞれ何秒得票があったかとかね、そういう細かいことはもう申し上げません。これは原潤ザベストという、アルバムができて、それを手に取っていただいたときに、こういう曲が、リクエストが多くて、そして、とにかくね、曲を出すのもさることながら、一番厄介なのは曲順ですね。曲の順番を決めるっていうのが、これがすごく厄介っていうか、一番簡単なのは作った、年の若い順から、順番に、例えばアンサーズから、突き進めが選ばれたとすると、突き進めは最初の方に出てくるし、リレーションズとか、後の方の、アルバムに入っているものは後ろの方っていうようなね、制作年代順に、並べるのが、一番楽は楽なんですけども、それも今一つ芸がないような気がして、それぞれ違うアルバムに入っている曲が、ランダムに選ばれるわけですからね、ストーリーをそれで作ろうとしてもなかなかちょっと無理があったりしてね、とりあえずまず曲を出しました。そしてそれを制作年代順ではなくて、僕の思いの丈をね、曲順の方にちょっとだけ入れさせてもらって、で、とりあえずは作りました。で、これはどなたに聞いてね、これでいいですかっていうね、そんなもんでもないので、もうこれはこれでいこうとね、そして6月2日販売しようと思ってるんですけども、それを手に取っていただいて、なんだこんな曲かとか、こんな曲順かとかいうね、不満の声がね、出るかもしれませんね。でも、こちらを立てればあちらが立たずというようなことでね、とにかく、結構思ったより大変でしたね。曲の集計もさることながら、曲順、そしてそれぞれのその曲感っていうのがありますね、アップテンポの曲が終わって次スローのテンポの曲になるときは、曲感をちょっと長めに取ったりだとかね、そういうちょっとした細工なんかもしながらね、最終的にマスターディスクを今作ってるとこですね。上位3曲だけ言いますとね、一番の得票数の多かった曲は、何と思いますかね。僕は意外だったんですけど、なんとサンバでブラジルでしたね。サンバでブラジルが得票数ナンバーワンでしたね。それで、2位と3位もちょっと言いますとね、1位が今申し上げましたサンバでブラジルですね。そして2位が、君を信じてね、君を信じてが2位に入ってきました。そして、第3位が魔法のようにですね。あとはね、アクエリアスのセルフカバーね、リバイバルスというアルバムに入ってた曲、これはもう、圧倒的に、数は多いです。多いっていうか、皆さんばらけちゃってるもんですから、一つの曲に集中してなくてね、そういう意味で言うと、これはリバイバルスではないんですけれども、サンバでブラジルが、1番の得票数、2番が君を信じて、3番が、魔法のようにということになって、もちろんこの3曲は入ります。それで、せっかく皆さんにこうやって投票していただいたんで、得票数の多いものから、とにかくどんどん入れていこうと思っているんですけれども、僕のね、純君チョイスっていうのも、ほんの一つ二つちょっと紛れ込ませていただいてね、でも、僕と同じ思いの方も見えたようで、これは何の曲を僕がぜひここに入れたいとね、言ったかというのは今言いませんけども、聞いていただいて、きっと
とこれが多分純くんがチョイスしたやつで、そして同じような思いで票を入れてくださった方も見えるんだなということがね、きっとわかると思いますね。6月2日にはね、これを持ってソウルダイナにね、行こうと思いますんでね、皆さん、まあ、こうご期待ください。まあ、ちょっと申し上げにくいんですけれども、税込み2000円ですね。ぜひよろしくお願いしたいと思います。まあ、これからがね、大変ですよ。マスタリングというのをね、やんなきゃいけないんでね。まあ、それを終えて、そして、実はオニマンズの、CD を作っていただいた時の、ジャケットのデザインをしていただいたデザイナーの方。この方にもね、猫先生はお願いしていただいたようですね。それでジャケットもね、結構凝ってますよ。見ていただければわかるんですけれどもね、かなりいい凝ったジャケットになってます。これもプロのデザイナーの方にね、やっていただいてね。まあ、そんなことでね、ジャケットも、素敵ですし、まあ、なんせ90曲ね、ギターマン3まで入れるとあるんですけれども、そっからね、わずか17曲入りました。なんで、当然ほとんどの曲が線に漏れてるわけですけれどもね、まあ皆さんの思いの丈の詰まったね、ベストアルバムになったんじゃないかと、思ってますね。これはまあ仮に聞いていただいてそうでなかったとしてもね、まあご勘弁くださいね。そんなことで、原潤ザベストね、今佳境に作業は入っていますね。6月2日にお目見えしますのでね、その時を楽しみにお待ちください。それでは、原潤ザレディオ88回です。ということで、原潤ザレディオ88回目、始まります。前回、猫先生の、3曲目ね、新曲がね出来上がりました。心底言えるよありがとうという曲ですと、それでまあ先生は詩を書かれるんですけれども、その詩の、書く時の切り口、これが非常に変わってましてね、ちょっとまあ、難儀をするようなところもあるんですけど、まあそんなことでね、心底言えるよありがとうという、3曲目新曲をね、聴いていただきました。これはまあ48時間限定ということでね、いつまでもずっとまあ僕が、歌ってる仮歌をね YouTube に置いとくのもどうかと思いましたんで、まあとりあえずは48時間限定でねかけさせていただきました。聞いていただいた方もね見えるかと思いますけれどもね、それで、なおかつ今度4曲目ね、4曲目もね、できました。これで、都合オニマンズのオリジナル曲はね4曲ということになりましたね。マンダやらんとかん、それからオーマイゴッド、それから前回聴いていただいた、心底言えるよありがとう、そして、4曲目これはね最後のメールというタイトルの曲ですね。最後のメール、これもねまたね非常にね、難解と言いますか、難しいです。特に、まあ、前回もそうだったんですけれども、分かりやすい、いかにもその歌に、するための詩というような作り方をしてある、詩というのは曲が、まあ、そのあまり面白い曲がつかないということも言えることは言えるんですけれども、まあ、それでも楽にね曲はつきますよ。ところがこの先生はね、なんともね普通その歌の歌詞にはあんまり使わないような言い回しとかね、そんなのがもう散々出てきてね、随分ね曲を作るのもね苦労しますね。それで今回のねこの最後のメール、これもね前回と同じように48時間だけねここでこれをかけることにしますね。なんでまあ48時間だから、まあ、月曜日の夜にはこれはもう消滅していますね。だから聞いていただくならば、今日明日とね2日間の間だけなんですけれどもね、僕の仮歌ですね、最後のメールという曲をちょっと聴いていただきたいと思います。猫先生の4曲目の新曲なんですが、まあその前にねちょっとね歌詞をね紹介しますね。最後のメール1番、こんなところまで迎えに来なくてもいいのになぜかな、信用されてないのかな、いろいろ文句は言うくせに絶対に人の悪口は決して言わなかった君、
いつも話をうなずいて聞いてくれるけど、自分の話は少なくて、まだあの時のワンピース取ってあるって言ってたけれど、現実の中だけしか生きられない不自由さを迎えてくれて、感謝の気持ちは飛び立ったまま、降り立つ場所は見つからない、降り立つ場所は見つからない。これがね、一番ですね。なか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 分かりにくいというかね。まあでもまあこれメロディーにしてね歌ってしまえばそんなにね分かりにくいってこともないんですけれども、まあ先生独特のね、前回も言いましたようにね、この言い回しね、それが特徴的ですね。そして2番、受信履歴の最後はかっこいいじゃんって、ただそれだけ、大した用はないけれど、出かける時には気がつくと安いスニーカーを履かない、そんな自分がいた。いつもの店の近くにあった読めない漢字の看板は今でもそのままそこにあるけれど、残像と重なって追憶になる。現実の中だけしか生きられない不自由さを迎えてくれて、感謝の気持ちは飛び立ったまま、降り立つ場所は見つからない、降り立つ場所は見つからない。これが2番ですね、最後のメールというね歌詞でした。それではね、早速聞いてください。猫先生の4曲目のね新曲です。最後のメール。こんなところまで迎えに来なくてもいいのに、なぜかな、されてないのかな。最後はかっこいいじゃん。
猫先生のね4曲目の新曲です。最後のメールという曲をね、僕の仮歌で聴いていただきました。先生曰くこれは失恋の歌、まあ言ってみりゃちょっとこう悲しい寂しい歌だというふうにねおっしゃってました。アレンジもねちょっとそういう感じにはしてみたんですけれども、どうでしたでしょうかね。最後のメール聞いていただきました。それでですね、実は昨日、夜猫先生にね、ちょっと呼ばれましてね、お会いしました。でまあ会うなりいきなり紙を差し出されて、これが新しい次の曲の歌詞なんだとね、おっしゃってね、ただもうこれは曲はできてるとね、何のことを言ってるのかさっぱり分かんなかったんですけど、よくよく聞いてみますと、ギターマン3というアルバムがあります。この中に夜の雨というね曲があるんですよ。で先生はまあこの夜の雨という曲を気に入っていただいたらしくて、それに勝手に詞をつけたとね、そして今歌の練習をしてるってことでね、僕一瞬雨の夜ってどんな曲だったかちょっとはっきり覚えてなかったんですけれども、まあ帰ってきてね、じっくり聞いてみました。そしたらまあ僕はこの3曲目4曲目っていうのはまあ猫先生はライブをやるときにね、アンプラグドね、エリック・クラプトンなんかが、やってましたね。いわゆるハードロックとかブルースのロックとかそういうちょっと激しい音楽じゃなくて、それらを、アンプラグド、つまりアンプラグ、プラグっていうのはアンプにコードを刺すというね、プラグ、アンプラグド、つまり、プラグを使わないアコースティックの、サウンドということでね、クラプトンさんなんかは、よくアンプラグドっていうのをやってます。で、まあそういうフォークギターを中心にした、まあちょっと軽いサウンドでね、まあライブをやりたいというふうに先生はおっしゃってたんで、まあそれだったらあんまりハードな曲はね、不向きだなと思って、それでまあ3曲目4曲目はちょっとこういう軽い感じの曲にしたんですけど、この雨の夜というのは結構ねハードな、ヘビーな、ちょっとブルースっぽい感じの曲でした。だからまあアンプラグドがねこれでできるかどうか分かんないんですけど、まあ先生はこの曲を気に入ってくれて、勝手に詞をつけたというふうにねおっしゃってましたんで、これもねまあこれは僕はそんなことをする気はなかったので、どういうふうに歌うのかも全然分からないもんですから、これはウィークエンドへね近々先生連れてって仮歌をね、いっぺん入れて、そしてここでまたかけようと思いますけれどもね、そんなことでねこの、雨の夜ね、これを改めてねここでちょっと聞いていただきたいと思います。この曲をね僕はラジオでかけるのは多分初めてじゃないかと思うんですけれども、まあ聞いてみたらまあまあなかなかいい感じの曲だなとは思いましたね。それではねここで一曲聴いてください。ギターマン3から雨の夜。
雨の夜を聴いていただきました。こんな曲でしたね。まあじっくり聴いてみると、まあまあなかなかね、凝った作りで、いいなと思ってね、聴いてましたね。さあこれにね先生の詩が、そして先生の歌がつくとねどんな風になるのかね、これは半ばちょっと怖いような気もしますけれどもね、また仮歌を取ってきたら、ここで書けますのでね、楽しみにお待ちください。ってことでですね、ここのとこはまあ猫先生のね新曲に半ばかかりきりの状態で、それで原潤ザベストのね、選曲、そしてまあ曲順を組み合わせるというようなこととか、あとまあまあ毎度のことなんですけど、病院通いもね、まあまあ結構密に入ってますしね、これでは自分のアルバムがなかなかできないで、ちょっと今困ってるんですけれども、まあ6月2日のライブに向けてね練習もね、怠りなくやってますしね、ちょっとこうなんか今年、中盤から後半にかけてね忙しくなってきそうです。まあ今年の暮れにはやっぱり僕の自分のアルバムも、出したいなと思ってますしね。ただ皆さんからいただいた歌詞、そして、まあ先生の、まあ、オニマンズで書き下ろした曲なんかも入れようと思ってますから、まあちょっとね、まあ悪く言いや散漫な感じね散漫な感じっていうか、どの、いただいた歌詞にね曲がつくのか、これはまだやってみないとわからないんですけれども、まあそんなことでね、アルバムのタイトルだけはねもう決まってますね。ビギニングスね、これはまあ始まりとかね、そういう意味です。間宮さんがね写真撮ってくれて復活とかね、そんなような大きな文字のねポスターを作っていただきましたけど、まさにね、復活ね、ビギニングス、これから始まるというね、そういう、タイトルですね、なんですけどまだ中身がね全然決まってなくてね、ちょっとね今まだ、これ4月のね半ばですけれどもね、ちょっとね焦りの気持ちも出ています。なんだかんだやることがね多くてね、伏せってる場合じゃないなって感じではあるんですけれどもね、まあそんなことでね、忙しくやってる、今日この頃ですね。それでね、今日はね実にもシンプルにこれで終わってしまいますね。ユーニャさんのねいつものねレギュラーのコーナーね、これが、ユーニャさんが熟女のね一人旅に、出られて、そしてその、旅行記をね、寄せていただきましたね。それではね、早速、お届けしたいと思います。ラジオ88回ユーニャの部屋。今年の桜は長く咲いていてくれてとっても得した気分です。私のブログに載せましたが、ドイツに語学留学した娘が帰ってきました。厚手のコートとセーターを着て、そう、出国した1ヶ月前とはがらりと気温は変わり、昼間は25度 C を超す夏日、一気に暖かく、いや暑くなりましたね。4月を迎え新生活も始まった方も、いらっしゃることかと、気分を上げて新生活を前向きにスタートしていきたいですね。先日の一人旅の続きを始めさせてもらおうと思っています。あれ、前回言って一人旅の、あ、そうか、序章って言ってましたね。ちょっとご紹介しましたですね。先日の一人旅の続きを始めさせてもらおうと思っています。朝羽島岐阜駅を7時45分に出発して大阪駅でのぞみに乗り換え、乗り換えの、小倉駅まで向かう。なるほど、一本じゃ行かないんですね。どこ行かれたか分かんないけど、九州っておっしゃってましたけどね、大阪駅でのぞみに乗り換え、乗り換えの小倉駅まで向かう、そんなことを前回書きました。新羽島駅から小倉まで、約3時間半。最初は、ガイドブックを広げたものの、朝早くもあったので、うつうつと眠りながら約1時間で大阪駅で乗り換え。あ、なるほど。羽島岐阜駅からは、小玉
に乗ったということですかね。で大阪駅で、のぞみに乗り換えて、そして、ここから約2時間半やっぱここは本でしょう。すっきりと目も覚めて、先日タイトルに引き寄せられて購入した、大切な人を亡くすということという本を読み始める。なるほど。大阪駅から2時間半で、その九州まで着いてしまうんですか。早いもんですね。それで、大切な人を亡くすということという本を読み始める。この著者、高木恵子さんは中学の時に、学校からの帰り道、一人で歩いているとこんな声が、私があなたをどれだけ大切にし愛しているか、それを実感しているでしょう。その私の愛を修道女となり多くの人々に伝えなさいと聞こえ、これが神の声だと思ったそうです。へえ、そんなことがねあるんでしょうか。まあ僕も父親が亡くなった時に、お前もこれで半分生きたなっていう声がね聞こえたってラジオでも、ね、何度か言いましたけれどもね。まあそれは自分の思い込みなのかもしれないですしね、実際そういう声がね、まあ物理的には聞こえるわけはないんですけれども、まあ、そんな声がねたまに聞こえることもあるのかもしれないですね。なんとも不思議な、ちんぷんかんぷんな話かと思われたかもしれないけど、ちょっと私には共感する体験があったので、引き込まれていきました。なるほど。前臨死体験の話をユネさんしてみましたね。そういうことなんでしょうかね。ずっと前のユーニャの部屋にも書きましたが、小学3年の春休みに、高熱が下がらず気を失った状態の自分の姿を部屋の隅の上から見ていたことがあり、その中で私は多分あの世を感じて戻ってきました。なるほど。その時からずっとどうしてこの世の中に戻ってきたんだろう、苦しみがなくあんなに気持ちのいい世界だったのにと、残りたかったと思ったくらい。私は神からそう言われてはいないけど、生きて戻ってこれたことの意味探しを、心の底辺にずっと置いている気がしているんです。話は戻りますが、この著者の高木さんはその後修道女シスターとして、ターミナル期、終末期、ターミナル期っていうんですね、終末期のことをねに、おられる病気の方々の心と魂のケアをしていらっしゃいます。まあホスピスに、勤めていらっしゃるということなんでしょうか。それともホスピスとは関係なくやってみるのかな。修道女シスターとしてターミナル期終末期におられる病気の方々の心と魂のケアをしていらっしゃいます。そして残された遺族の方々の、グリーフケア、その深い悲しみから立ち直れるように相手に寄り添うこと、これをグリーフケアというそうです、を長年していらっしゃいまして、その体験が書かれた本でした。なるほど。そして、人はいつの日か死を迎える。それは誰もが知っているけど、いざ事実として目の前に突きつけられると平静ではいられません。そんな時に、その方の人生をありのままに認めて受け入れて、肯定していただくことをご本人はもちろん、ご家族にも、そうしていただくそうです。そうすると、ありがとうございますと感謝の言葉、ごめんなさいと謝罪の言葉、最後にはまた向こうで会いましょうという、死で全てが終わるわけではないという言葉が出て、その言葉を口に出すことができた皆さんは安らかに旅立っていけるそうです。なるほど。まあでもそれはなかなか難しいですよね。死の淵に置かれた人がね、自分がもうあとわずかで死ぬね、そういうところに置かれた人が、そんな、なんて言うんだろう、分別のあるようなね、考え方ができるもんなんだろうかと思ってしまいますけれどもね。
でもこの言葉が簡単にできない方もいらっしゃり、それは心残りがある方で、そんな体験談が書かれてました。そうでしょうね。まあ、全ての人がねそういうことではないとは思いますけれどもね、60歳になられるその男性は、結婚する前に子供までできたが親に反対され別れた女性がいたそうです。どうしてもその親子に謝りたいと、死んでも死にきれないと高木さんに訴えられたそうです。やはり今更になってと何度も断られたそうですが、何度も通い会っていただけることに、その男性がその女性に会うなり、すまなかったと両手を合わせてやっと許しを請うことができると、その女性の方も涙を流されたそうです。そしてもう私は十分だと安心して旅立って行かれたそうです。そして残されたご遺族、奥様はそうせざるを得なかったご主人の気持ちをしっかり受け止められたそうです。あらら、気がつくと小倉駅。なるほど。まあ、読書に没頭してた、車中だということですね。あっという間でしたね。またこの本を閉じて次の電車に乗り換え、その前に次の電車まで1時間の待ちがあり、一旦小倉駅から出たのでした。なるほど。まあ自由気ままなね、熟女の一人旅ですから、まあそれは勝手にねどんどんいろんなとこ行っちゃっていいと思いますけれどもね。団体旅行ならねそういうこともできないだろうけどもね。するとそこには駅の真ん中に檻の中に入ったたくさんの猫と犬たちがいました。このようなグループが4つほどあり、里親探しと保護のための募金活動をしていらっしゃいました。今写真出しましたけれどもね、こういうことなんですね。これは駅前でやってたんですね。名駅のね、名鉄の乗り口の、表の歩道ね、これ通行量の随分あるところですけれどもね、盲導犬のね、募金活動っていうのは見たことはあるんですけれども、まあ盲導犬は非常におとなしいですね。だから言われた通りちゃんとねじーっと座ってますけれども、こういう子たちっていうのはケージに入れてね、皆さんの、注目を集めるためのね、ことなんだと思うんですけれども、そんなことをねこんな駅前の通行量のね多いところでやってるんですね。大したもんだと思います。そして1時間の待ち時間にこのお世話をしていた方とお話しさせていただき、この小さな命は放っておいたら消えてしまうという、誰かが手を差し伸べなければという思いで、ずっとやってますというお話を聞いてました。ここでねちょっと動画があるそうなのでね、動画を見てくださいね。この動画の子犬は2匹いて、もう片方のワンちゃんにお乳をあげさせてもらいました。こんな子もいました。釣り糸でぐるぐる巻きにされていたこの猫ちゃんは耳がかなり切れていて2度の手術をしたそうです。釣り糸で誰かがぐるぐる巻きにしたっていうことですかね、絡まっちゃったっていうことではなくてね。まあ本当にねひどいことをするやつがいますよね。釣り糸でぐるぐる巻きにされていたこの猫ちゃんは耳がかなり切れていて2度の手術をしたそうです。覗くとかなり私に警戒していました。まあ虐待された動物っていうのはね本当にこちらがどんな思いをね抱いて近寄ってもねやっぱり警戒心を解かないですよね。覗くとかなり私に警戒していました。それにしても駅でこのようなことをしている小倉に感心しました。そうですね。僕もさっき、思いました。こういう、まあ、ざっとね、駅の公共の場で、こういうことを、まあ、多分どっかに許可を取ってね、してるんだと思うんですけれども、許可を出す人たちもね、立派なもんだと思いますよね。こういう活動に理解があるからこそ許可が出るんですよね。ここ小倉はバナナの叩き売りの発祥地でもあり、こうやって人にアピールすることが多いところなんだと、後から旅館の方に聞きました。あ、なるほど。バナナの叩き売りの発祥地で人にアピールすることが多いと。だからこの、里親探しも人にアピールする
ことの一つとしてね、ここで、されてるんですよね。そうそう、先日名古屋の方が車で猫ちゃんを引き取りにいらした方も、車で、名古屋から、九州までね、車で猫ちゃんを引き取りにいらした方も、いらっしゃいましたよとおっしゃってました。その気になればできることだと思いました。そうですよ、その気になればね、まあできることです。いかんいかん、1時間はあっという間。コンビニで塩サバおにぎりを買い込み、子供が小さい時に、日本の乗り物という絵本で見た時に、なんてかっこいい、乗ってみたいと思ったブルートレインソニック号に慌てて乗り込むのでした。なるほど、あなたは今回の旅の目的としてこのブルートレインソニック号に、何としても乗りたいとね、そういう、希望もあったわけですね。ソニック号に慌てて乗り込むのでした。これがそのソニック号というやつですね。確かにかっこいいですね。なんかロボットみたいでね。イケメンでしょ？すみません。今回はボリュームアップしていろいろと書かせていただきました。では次回はおそらくこの続きを、ユーニャの旅、いや、ユーニャの部屋でした。ユーニャさんありがとうございました。ラジオ88回ユーニャのね、部屋。結局なんかその旅の、なんていうんだろう、その道中というよりも本の内容であったり、このボランティアのね里親探しであったりね、そういう、ことにね終始してね、実際問題はその旅の醍醐味が今一つちょっと伝わってこなかったので、次回は旅一色でねお願いしますね。熟女の一人旅どんな風になったんでしょうかね。そんなことでね、ラジオ88回ユーニャの部屋終わります。それではね、ここでね最後に、一曲聴いていただきたいと思います。それではですね、6月2日ソウルダイナライブの、まあ、プロモーションということでね、その、まあ、随分前のラジオでも言いました、もう本当にね海の苦しみ難産でね、なかなかできなかった曲ね、ただこのライブは去年、やる予定だったんですけれども、まあ、私のちょっと、病気のせいでね流れてしまいました。その、ライブで初お目見えする予定だった曲をね、前ラジオでちょっとお話しして聞いていただきました。それをねまた、ここでちょっと聞いてもらいたいと思います。いくつもの夜を越えて、
どり